ああ、しかしコンビニの弁当、どれも空気せえへんな。植木屋健チャンネルです。今回の動画はですね、植木屋の道具紹介ということで、手ぼうきを紹介しようと思う。こちらですね、手ぼうき。これ、家の方ね、よく言われるんで、あ、それよう履けますね、言うてね、よく言われるんで、意外と知らないんかなと思ってね。で、昔はね、こういうのは、なんでしょう、園芸店とかね、しか置いてなかったんですけど、今はね、普通にホームセンターに売ってますね。ホームセンター売ってます。これはまあ、まだ、さら、新しいやつなんですけど。まあ、これはロイヤルホームセンターっていうところで買ったんですけどね。こだわり職人の手ぼうき。結構大きいんですよね、これね。で、これ何本やったかな？600円ぐらいでしたかね。600円前後ぐらいでしたかね。か、700円かぐらいで売ってました。はい。で、やっぱね、よく履けるんですよね。タイルとかね、真っ平らなとこでしたら普通のほうきでもいいでしょうけど、アスファルトの上とかね、あとお庭の植え込みとかね、そういうとこね、もうやっぱこれ、すごい便利です。めっちゃ履けますんで、植木屋さんね、これはもう、絶対ですね。で、僕、前、これ現場で、まあ、ようなくしたりもするんですよ。で、なくしてね、どれぐらい、一週間ぐらい手ぼきがない時があったんですよ。じゃあね、やっぱめっちゃ不便ですね。めっちゃ不便です。で、絶対いります。で、これがたまたまない時に、家のね、ほうきとか借りてね、最後やってたんですけど、やっぱね、全然取れないですね。最後ね、そのゴミとか最後集めて、バーッと取るんですけど、やっぱ取れないですね。家に、備え付けの普通の家のほうきとかね、お庭のほうきじゃなくて、やっぱこう手ぼうき、これ最高ですね。で、まあ、この手ぼうきってちっちゃいほうきと昔、大きいほうきね、普通のなんでしょう、お寺でこう、お坊さんがこう、落ち葉履いてるようなね、大きいほうきもあって、昔はみんなね、それも使ってたんですよ。大きいほうきでバーってね、集めて、最後これで取ったりとか、いろいろやってたんですけど、今はね、もう、大きいほうきをね、ほとんどみんな買わなくなりましたね、植木屋さんね。なんでかって言ったら、機械の進化でブロワーって言うてですね、風でブワーって掃除するやつがね、もう皆さん持ってますんでね、その大きいほうきでやる作業を全部ブワーって風で吹くブロワーでね、仕事できるようになったんでね、ほぼ大きいほうきを買うことがなくなりましたね。ですんで、でもこれは絶対いるんですよ、最後ね。最後のゴミ取るときに。いります。手ぼうき。これの紹介です。で、最後にね、手ぼうきもね、まあちょっとこれ、たまたま、これ、新、あの、新しくてまだ使ってないやつなんですけど、これね、最初こんな感じだったんですよ。銅線で巻いて止めてるんですよね。で、これがね、いまいち良くなくて、緩んでくるんですよね、やってたら。でね、1本2本抜け出したらね、もう、絶えず抜けるんですよ、この竹がね。ですんで、買ったらね、このようにね、ビニールテープをぐるぐる巻きにするっていうのがね、おすすめです。こうしといたらね、結構抜けないんですよ。これ使ってたらいずれこの銅線が緩んでね、バラバラになってきますんで、このようにすると。で、これ実際ね、こっちはまだその処置やってないんでね、やりましょうか。で、まあ、こんな黒い紐とかはついてるんですけど、こんなんはもういらないんでね、別にこんなん、ほぼ僕らはいらないんで、まあ、家の人はね、なんか軒下にぶら下げとくのにいるかもしれないですけど、まあ、もうほぼ邪魔なんで、僕らはこんなんすぐ切りますね。これね。はい、切ってこれを取ってもうてね。で、ここにね、黒のビニールテープですね。こういうビニールテープね。これいくらでもあるでしょう。皆さん、これ多分、一般の家庭でもね、大掃除した時に、これ多分、5000個くらい出てきたと思うんですよ。めっちゃこれね、使ってなくて、何個あんねんちゅうくらい出てくるでしょう。これを、ここにね、巻くんですよ。このように。これをもう、ちょっとね、こう、テンションかけながら、ちょっとこう、張りながらね、
ぐるぐる巻きにしていく、はい、ぐるぐる巻き、もうこの銅線も全部このビニールテープでね、もうかぶせてしまうような感じですね。この辺でこうケツの方もね、これちょっとかぶるぐらいが一番ベストですね。かぶるぐらいがベストだし、なんか言うたらもうちょっとね、いっぺん切ってもうてね、ここでこうケツをこんな感じですね、覆ってしまうと、ケツをねこのように覆ってしまうと、はい、こんな感じですね。でなおかつまたね、この縁がボロボロならんように、もうしつこいぐらいね巻いていきます。でこれ大体どれぐらい巻いたらええかって言ったらね、もう木の隅まで巻いてください。もう木の隅まで巻いていただけたらと思いますね。多分このビニールテープがねめちゃくちゃ余ってると思うんですよ。出てきたでしょ、あの大掃除の時に、これ8000個ぐらい、どんだけビニールテープ家あんねんちゅうぐらいね、あのあと全く使ってないね木工ボンドとかがね600個ぐらい出てきたでしょ大掃除の時。そんな感じでもう木の隅まで巻いていただいたらと思いますね。まあ僕はこれで気が済んだんでこれでやめときますね。はーい、ほい、おい、こんな感じ。これでね結構あのこれ抜けることなくなりますよ。これはしといた方がいいです、この処置はね。これはずっと使ってるんですけど、ほらこんな感じでね。で長持ちさすコツはね、あの雨に濡らさないっていうことですね。やっぱ雨の日とかね雨ざらしにしといたら結構これボロボロになってくるんですよ。自然な竹なんでね、自然な竹なんでボロボロになってくるんで、雨の日はねまあなるだけ使わないと、で雨ざらしにしないということが長持ちするコツですね。でもいずれちびてくるんですけども、もう結構長いこと使いますよ。ちびてもちびてもね長いこと、もうほんまもうちびてちびてカリカリのやつねずっと使ってる植木屋さんもいるぐらいでね、まあこれ便利です。はい、便利っていうか植木屋さんはもう絶対に入れますねこれは。はい、ですんで家の方もね、お庭のお手入れね、いろいろ自分で剪定とかして掃除とかするんであれば購入して、おすすめします。はい、今回はちょっとあの道具の紹介でした。ありがとうございます。またね、動画これからも植木屋けんチャンネルね、よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。